皆さんこんにちは。国民的大女優である吉永小百合さん、1957年に連続ラジオドラマ赤胴鈴之助でデビューし、映画出演は通算120作品ほど。当時のファンはサユリストと呼ばれ、青春時代を共に生きてきたんだそうです。そんな吉永小百合さんですが、夫である岡田太郎さんとの間には子供はおらず、その衝撃的な理由についてご紹介していきたいと思います。最後までご視聴いただけますと嬉しいです。吉永小百合さんは少女時代より子役として活躍、ラジオテレビドラマとなった赤胴鈴之助のヒロイン役で、小学校6年生でデビューを果たすと神美少女として大注目されます。石原裕次郎さんや小林旭さんの男性路線で人気を誇っていた日活映画もようやく下火となり、女優発掘に力を入れ始めた時、吉永小百合さんは日活映画に所属します。そして1962年、キューポラのある町で当時最年少でブルーリボン主演女優賞を獲得。伊豆の踊り子や青い山脈、若い人など青春文芸路線の映画に、1960年代だけで主演を含め70本以上の映画に出演して昭和の大スターとなります。また同時に歌でもデビュー、寒い朝や当時大人気だった橋幸夫さんとのデュエット、いつでも夢をは昭和歌謡の名曲として今も歌い継がれています。吉永小百合さんは学力も優秀で、多忙で高校を中退していますが、高卒程度の学力があると認められ、早稲田大学第二文学部に入学、卒業時は自席の成績で卒業しています。しかし20代30代の吉永小百合さんは人気はあったものの、子役清純派からなかなか脱却できないでいました。そんな中、1973年吉永小百合さんと岡田太郎さんの2人は電撃結婚を果たします。新婦吉永小百合さん28歳、夫岡田太郎さんはバツイチの43歳でした。当時15歳の年の差婚は戦後世代に珍しく、今ではもう死語となりつつある。熱狂的な吉永小百合ファン、小百合ストたちを大いに嘆き悲しませました。よく小百合ストとして名前が挙げられるのがタモリさん。彼もまた早稲田の出身で、彼女への思い立ちがたく、なんと半世紀近くを経て笑っていいとも の最終回ゲストに吉永小百合さんを呼んだのは有名な話です。また最近俳優として活躍の場を広げている笑福亭鶴瓶さんが吉永小百合さんと何度も共演、気安く付き合っていることをタモリさんは本気で怒っているそうです。両親から大反対された結婚でしたが、その後の吉永小百合さんの結婚生活は順調。夫岡田太郎さんは共同テレビの社長、相談役まで出世し、今は余裕のリタイア生活を送っているそうです。しかし2人には子供がいません。吉永小百合さんが子供を持たない理由がいくつかあるようですので紹介していきます。子供を持つと女優業に差し支えるから、母親の教育方針が押し付けがましいから、主にこの2つが有力視されていますので詳細を見ていきましょう。幼少期から女優業に勤しんでいた吉永さんは、身の回りのことは全て周りがやってくれ、自分でできることが少なかったと語ります。結婚後療養のため1年ほど女優業を休み、誰にも頼らず人間らしい日常を送ることによって本来の明るさと女優としての人生を取り戻したそうです。吉永さんがあまり料理ができなかったのは本当に意外でした。度重なるストレスと激務に耐え、自立するために懸命に努力していた吉永さん、今の状況では子供を作っても母としての責務が果たせない可能性があると感じ、あえて子供を作らなかった可能性が高いですね。また吉永小百合さんの幼少期は現在と違い、とても貧しい生活を送っていたといいます。父親が事業に失敗し、家には借金取りが押しかけ、母親がピアノを教えて生計を立てていた時期もあったとのこと。そんな時に当時 TBS で働いていた親類に、デビュー作であるラジオドラマ赤胴鈴之助のオーディションを紹介されました。それから吉永さんの生活は一変します。
母親は次第に活躍する吉永さんに強く依存し束縛しだします。吉永さんは自分の意思表示がうまくできず、母親に言われるがままの生活をずっと続けてきました。最初は小さなすれ違いだったはずが、少しずつ不満へと変わり、やがて大きな確執が生じます。確執が深まる原因とされているのは、当時交際していた俳優渡哲也さんとの結婚の猛反対され、最終的には吉永小百合さんが両親を説得できずに渡哲也さんとは破局してしまったのです。渡哲也さんはその後一般女性と結婚されましたが、結婚したことを伝え聞いた吉永小百合さんはついに精神的なストレスから声が出なくなってしまいました。いかに吉永小百合さんが追い詰められていた状態なのかがうかがえますね。最終的に自分の母親に強い不信感を抱いてしまった吉永さんは、自分が子供を持ってしまうと同じように子供を束縛し苦しめてしまうのではないかと不安になります。母親との確執がトラウマになり、どうしても親になる自信が持てなかった吉永さんは子供を作らないことを選んだそうですね。吉永さんは子供を作らなかったことを後悔しているようです。ですが、もし子供を作っていたら女優業と子育ての両立は相当困難なものになっていたはずですよね。子供を産まなかったからこそ今の活躍ができ、体制できたと言っても過言ではないでしょう。岡田太郎さんとの結婚も、当時吉永さんにべったりだった両親に猛反対されました。両親の反対だけでなく、15歳年上でバツイチということで、岡田太郎さん自身も吉永小百合さんとの再婚を渋っていたそうです。しかし吉永小百合さんが逆プロポーズをして押し切り結婚に至りました。岡田太郎さんとの結婚に踏み切った理由は、両親からの溺愛や束縛から逃れるために結婚して名前を変えて家を出たいという考えが吉永小百合さんにあったからでした。吉永家の大黒柱でもあった吉永小百合さんを手放したくないという両親の思いから、逃れたくてたまらなかったのでしょうね。渡哲也さんとの破局がより吉永小百合さんを結婚へと踏み込ませたのは事実でしょう。世間からも両親からも反対された2人の結婚は、結婚式を挙げることはなく友人の家でひっそりと行われたそうです。激怒した吉永さんの両親は結婚式には出席しておらず、挙式後も疎遠状態になったそうです。すでに人気女優として活躍中だった吉永さんは多忙のみ、困った時に両親に頼れない、相談もできない状況では子供を望めるような状態ではなかった可能性が高いですね。いかがでしたでしょうか。今回は吉永小百合さんが子供を作らない理由についてまとめてみました。激務の中、さまざまな困難と立ち向かいつつも常に笑顔を絶やさない姿は本当に尊敬できますよね。これからの活躍を心から応援しています。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。